すみませぬ。今日のイベントのその内容の投稿の仕方、今日プレオープンに行ってきたんですけど、それのなんか投稿の言い回しみたいな感じの仕方についてちょっと電話がかかってきちゃいました。そう、まだオープンされてないんですよ、サンリオの。そう、そうされてないかな。ちょっとね、今日間違い私が投稿しちゃうとさ、え、もうやってるんだと思ってさ、そう言ってしまってとかね、そういうのね、いろいろあるんですよ。寝たらメイクが落ちてる。でもね、可愛い写真いっぱい撮れたの。のっちゃんのサンリオの推しメンはだって、私のサンリオの推しメンはじゃん、きりみちゃんです。大好きです、きりみちゃんです。そうだから、あのファンの方がきりみちゃんのグッズをいっぱいくれるので、きりみちゃんのピンだってあります。じゃん、あります。21日からオープンとのことなので、なんかファンの方がみんながあの楽しめるって言ったのは、なんかこう VR 体験みたいなのが楽しめると思ったんですけど、まあ女の子、女性のサンリオファンの方とか女の子向けのね感じか雰囲気かなっていうふうに思ったんですけれども、あのなかなかああいう空間をさ、可愛い空間ないじゃないですか、期間限定だし。そうだから、あの皆さんぜひ劇場の前とかに行ってみてほしいなって思いました。私はすごく楽しかったです。でも今日の私が上げる動画を見て、もしかしたら、そうそう、行きたいと思うかもしれないので、そうそう、はい、楽しみにしててください。彼女とかがいれば気軽に行けたな、行けたなって確かに、確かにとか言って。でも今日男性のそのやっぱ関係者の方がいっぱいいらっしゃったんですけど、そういろんな方が遊んでたんですよ。うん、でプリクラとかを撮れる機能もあるので、確かにデートスポットとかにも良いかなって思いました。クリスマスデートとかね。
私は自分の顔を見るとすぐメイクを渡してしまいます。今日も寒いのでお風呂に入って、そうそうお風呂に入ろうかなって、浸かろうかなって。このあと今日何時だって、私はそうおうどん屋さん、お昼ご飯一つ前のサンリオのお仕事の前にもう一つお仕事があって、その仕事のと1つ目の仕事と2つ目のサンリオのお仕事の間が1時間半くらい空いてたんですよ。でマークイーズとかにご飯食べ行こうかなとか思ったんだけど、せっかくだしとか思って行ってみたかったお店に、そう近かったかな、歩いて行ったら、そうそこのねシナリっていうおうどん屋さんなんですけど、めっちゃ美味しいんですよそうめっちゃ美味しいんだけど、めっちゃ並ぶの。私は1年前くらいに1回行ったんですけど、久々に食べたいと思って、空いてるかなと思っていたら40分待ち。でも意外に私20分30分とか20分で入れるかなって列見て思ったら、そう結果40分も待ちましたでも中入れたらすぐ商品っていうかおうどんが届いて、めっちゃ美味しいんです。もうねなんか優しい出汁の味なので、なんか天ぷらとかしわ天としそと、かしわ天としそと、あとなんだっけ、ちくわ天と半熟卵4つがついたのと、それとおうどんがついて930円なの。しかもね美味しいの、なんかもうなんか天ぷらがめちゃくちゃ美味しい、うどんも美味しいけど天ぷらが美味しい。そう1000円いかないんですよ、すごくない？お手頃だって。そうお手頃なんです。だからぜひ行ってみたいけど、ちょっと時間がある時とかにしないとあれかもね、並ぶかもしれないですね。でも私の前も後ろの韓国人の方だったので、そうそうそう、だから韓国の方がいっぱいいましたし調べたら昼だけみたいだね、だって。あ、そうらしいです。私ね12時前くらいに行ったんだけど、それでいっぱい並んだので、まあ、オープン前とかそれよりちょっとずらしていった方がいいかも。1時とか2時とか何時までだったんだっけ。すごい私も韓国語が映っちゃうかと思ったアニハセヨーって。めっちゃ美味しかった。でもすごい並んだ甲斐があるなって思うくらい美味しいの。寒かったけどね、寒かったけど美味しかったの。なちゃん起きてくださいだって。起きてます。なんというお店ですかだって。シナリっていうお店です。めっちゃ美味しい。私が今日食べた写真を見せればいいの。じゃじゃん。うどんに天ぷらセットです。じゃん。私もめっちゃお腹いっぱいになった。これはネギとか、ネギと天かすを自分で入れていいですよ。私は天かすは入れないんですけど、
はい、美味しそうだって。美味しい、めちゃくちゃ美味しかった。お腹空いちゃうだって。あのね、あの 冬にいい、あのメニューも私はこれが一番人気かなだったからこれにしたんだけど、あのなんていうの、いっぱいあるの他にも、でもこれが一番いいと思う。みんなこれ食べてました。そうそうそう、みんなこれ食べてたからこれが一番人気。でも2番人気、あでもね、冬だからこれがいいと思う。夏だったらぶっかけうどんとかもあるんですけど、ああるんだ、ぶっかけうどんメニューにあるんだけど、夏だったらあれですね、いいですけど、私はあったかいうどんにしました。もうポカポカになるの。私は一人うどんしました。たまたまヒーローちゃんとかがお仕事が一緒だったので、そうヒーローちゃんに一緒にうどん食べに行こうよって、一人で行くの寂しかったからココッペとねヒーローちゃんに行ったんですけど、二人はお仕事がまだあったそうなので一人ぼっちで行きました。一人ぼっちで並んだ。しなりが好きなら六本松にあるうどん料理も好きだと思いますだって。写真を撮ります。なんか濃すぎず優しい味なんですよね。めちゃめちゃうまい。私うどん屋さんに行っても天ぷらあんまり頼まないんですけど、もう頼む、絶対頼む、あそこに行ったら。てか2回目なんですけどでも本当にさ、次のお仕事ギリギリまで並んでてさ、私間に合わないかもと思って、本当に12時過ぎたくらいからえみたいな、まだ並ぶのと思ったけど、そう結局間に合いました。全然余裕で間に合った。だけどね、そしたらやっぱお腹いっぱいになっちゃったね。こんばんは。15分とかに終わりにしようかな。わかる。そう、天ぷらが別皿で来るのがいいだって。そう、わかる。私も天丼みたいな、天うどんなんか上乗ってるやつよりも私別々にしてほしいです。タイプ、わかるわかる。今日の鍋の締めはうどんだな。だって、あーそう、絶対うどんにしてください。私も鍋しようかな。そう、もう暗くなっちゃったかな。私スーパーに行ってね、ご飯を買おうかなと思ったんですけど、もう ハウステンボスで食べた五島うどんが美味しく、細くて美味しかったですだって。私ハウステンボス行ったらちゃんぽん食べたい前食べたちゃんぽんが美味しかった。やっぱ長崎はちゃんぽん美味しいですよね。普段ニコラス、タカさん、ザキザキザキ、ブルーイング、アオイちゃん、ダイちゃん、首長、カズさん、
ポッケさん、フラン、ホシムッチ、ナッツさん、ヤスさん、え、ヤスさんすごい、アヒルありがとう、ナオトくん、ロデムさん、コージー、カッツン、タカヨウジ、トシさん、パケさん、テキサスのロースターさん、最近来てくれる白身フライ、ソウさん、おっちゃん、ジンタロウ、ヤスさん、コージー、トマさん、ジンタロウ、ありがとう、みんないっぱいありがとう、佐世保のてっちゃん、ありがとう、プレゼント、コージーもありがとう、トマさんもプレゼントありがとう、あきひろもうまっ、主張ありがとう、ニコラス、あおいちゃんもありがとう、タカさんもありがとう、あ、五島うどんだって、五島うどん、へえ、トゥルトゥルン、トゥトゥルトゥルン、トゥトゥル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 トゥ、昨日のカレンちゃんとの尻尾のめっちゃ可愛かったなって好きになっちゃいました本当ですか。カレンネンは、私はカレンネンのプレドラも好きなんですけど、尻尾も好きです。迷っちゃう。でも一緒に尻尾できて嬉しかったです。気になりましたって、キュンこんばんはだって、こんばんは、やばい、寒くて鼻水が止まらない。そんな時にクマが飛んできた、コージー、トシさん、カッツンありがとう、シュウさん、カズさんありがとう、エウリカもありがとう。そう、22日のリリースイベント、私はミュージックプラザインウィンドウさんの天神の天神の新天井だ、新天井店にお邪魔します。私あそこにすごく行ってみたくて、そう、自分がよく HKT がすごく大きく飾らせてもらってるところなので、そう、すごくすごく嬉しいです。そこでなリリースイベントみたいな感じでさせてもらうので、そう、衣装もなんと着るので、近くで皆さん、私と、私が衣装を着てるところを近くで皆さんと一緒に会えるのは多分ないと思うので、私服の形が多いし、そうそう、なのでちょっと時間をね、22日の14時からなんですけど、時間を作って会いに来てほしいです。14時から3時、15時半かな、お願いします、来てください。ちょっと平日だからね、平日ね、あれですよね、そうで、そのリリースイベントに参加するには、なんだったっけ、明日 CD が発売日なので、明日一度ミュージックウィンドウさん、ミュージックプラザウィンドウさんの新店頂点に、合ってますよね、新天町だっけ、そう、あ、そう、あそこの通りにいろいろお店があるんですけど、そこに一回行ってもらって、そう、あの CD を明日も買って、そのお話券をゲットしてもらうと、
私と当日お話しできるって感じになりますので、はい、よろしくお願いします。あ、すごい、明日 CD 並びに行きます。だってありがとうございます。私は愛知と伊沢ちゃんとあと誰だったっけ、6期生ちゃんでした。あと2人かな、5人で全員するんですけど、私とだけじゃなくて5人みんなでお話しするみたいな、こう一人一人全役みたいな。ありがとうございます。でも形的に言ったらあんまりいっぱいお話はできないかもしれないんですけど、でもちゃんと目を見てね、ありがとうございますって、はい、バケツや待ち上がれ聞いてくださいって風なイベントできるのも多分初めてなので、そうそう、なのでワクワクだって、私も楽しみですし、お時間ある方はぜひ、ちょっとあれなんですけどね、来てほしいなって思います。はい、魂だけ参加してきますって、はい、一人3枚が剣の上限だって。あ、そうなんだ。皆さんタイプ A を買ってくださいタイプ A お待ちしてます。タイプ A は待ち上がれが入ってますので、ぜひタイプ A を買って倍待ち上がれを聞いてください。楽しみ、めちゃくちゃ、やーやー待ち上がれ、トゥトゥルトゥトゥトゥルルル、トゥ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 、そうね、そう、インドさん明日は10時半から発売を開始しますだって。はい、お願いします。アニョハセヨ、アニョハセヨ。はーい、では今日は終わりにしたいと思います。13位がザキザキザッキー、12位がカズさん、11位がヨリカ、10位がハシムッチ、9位がカッツン、8位がフラン、7位がオカモ、6位がパケさん、はじめまして、私のステージの上立ってくれてありがとう。5位がアオイちゃん、4位がトマさん、3位がコウジ、2位がヤスさん、1位がパンパカパーン、佐世保のてっちゃんでした。ありがとうございました。てっちゃん寒いよお風呂に入って、もう今からお風呂をため、ちょっと温まっていきたいと思います。バイバイ。では皆さんありがとうございました。またねー、バイバーイ。